山下城は福岡県八女市に存在した日本の城。矢部川都市流の白木川に面した標高105メートルの独立峰の山頂にあった。麓との飛行をおよそ50メートルの山頂に本丸、その周囲に空堀を巡らせていた。尾根津帯の南東方には史上の国見た景気がある。鎌かま地ち広が栄少年間に当地に館を構え、 その後、鎌ま明弘が築城したという。鎌ま氏は、大友氏に属して戦っていたが、天正七年に、竜造寺高信の勢力下に降った。天正十二年には、高信の戦死後も、竜造寺氏への忠誠を誓い、上主鎌ま鎮沈が人質として、息子、鎌ま鎮沈業を差し出している。しかし、家久氏はこの時点で、大友氏に吉見を通じており、同年七月に、 大友勢が筑後に進行し、さらに、猫お城への行為に、立花同説が加わると8月1日に降伏している。その後、島津軍の北進に伴って、島津市に従った。天正15年に、豊臣秀吉の九州国分で、鎌市は、三池軍に治行を与えられるとともに、江の補城の高橋直司の寄り木を命じられて移り、東条は、筑紫広角に与えられた。 同年、広角は、福島城を築いて移り、慶長6年に、築後に違法された田中義政は、東城を破城とした。ありがとうございます。